なにわや製菓株式会社は、新潟県長岡市に本社を置く米菓製造企業である。米菓柿の種を生み出した企業。1923年に創業者の今井与三郎が、現在の超開地白丸に、せんべい屋として開業する。その頃、昔ながらのうるち米でせんべいを作っていた、与三郎のもとに、 当時、よさぶろうの店に取引で出入りしていた関西出身の青年が、もち米からあられを作る製法を教えたことがきっかけで、柿の種の基礎を発案。独特のあの三日月型は、先米用の小半径の型をよさぶろうの妻が、踏みつけて変形させたことから誕生したと伝えられている。その後、試行錯誤を繰り返し、翌々年の1925年に、 大阪のあられ作りを指南した関西出身の青年に敬意を払い、野号を何はやとし、柿の種を商品化。発売と同時に爆発的なヒットとなったと言われている。柿の種の名前の由来は、とある取引先の主人が、こんな歪んだ、小半径はない。形は柿の種に似ていると言われ、そのヒントから名付けられた。1948年に、 何わや産業株式会社を設立。菓子の他にパンや食料品の製造も開始し本格的な食品メーカーに移行するが、翌1949年には何わや製菓に称号を変更し、インゴ米カ専業となる。1969年には本社工場を長岡市学校町から現在の接待屋へ移転し、生産ラインの強化や倉庫の増築、 設備を拡大している。1961年、新潟のお土産として、ベストセラーとなる柿の種沈物館の製造を開始。1999年には柿の種をチョコレートでコーティングした柿チョコを発売している。神田のりゆき。意外と謎が多い柿の種いつから生産しているかも不明。ニュースポストセブン。 <polarization>. http://news.livedoor.com ス,ス,ス,スラッシュアーティクルスラッシュ似てるスラッシュ11262410スラッシュ2016年7月19日閲覧。金森つとむ。不景気化で最高益。亀田聖火の強さの秘密を読み解く。インサイトナウ。2016年7月19日閲覧。遠隔な庭屋聖火。な庭屋聖火。 2016年7月19日閲覧。ABCD 伊藤歩美。ビールのお供の柿ピー、訴訟の背景は日経ビジネスデジタル。2016年7月19日閲覧。AB。元祖柿の種何はや生か。何はや生か。2016年7月19日閲覧。ありがとうございます。